鉄道模型用背景がピンツガウ地方線。レイアウトやジオラマの背景は、その良し悪しで本体の出来を引き立てるか、台無しにするか、重要な役割を果たすものです。固定式レイアウトはもちろん、セクションやディスプレイケースでも、背景を置いただけで、劇的な空間に生まれ変わり、見違えるような効果を発揮します。用紙は、しっかりした合成紙で、耐水性、耐光性ともに優れたインクを使用しています。背景画の有無だけで、雰囲気が全く異なります。こんな簡単なレイアウトなのに一気にリアル感が増します。鉄道模型について、ピンツガウ地方線、ピンスグワーローカル版は、ザルツブルク地方鉄道の鉄道線の名称である。2015年以前は、チェル発クリムル行片道一本のみの運行であった。このほか、季節により、チェル・ニーダーンシル間の区間便も1時間に1本、運行される。また、下記のみ、週3便、蒸気機関車が運行していて、各駅に停車する。ザルツブルク地方鉄道、路線総延長、53km、期間、760mm、最高速度、時速 80km。期間 16.5mm、0.65インホ、ゲージのレイアウト。
Rollbockbahn, Rollbockbahn in der Fabrik reinschieben. Ja, das macht sich ja auch so, wenn ich mal auf den Yeah.